長谷駅は、広島県三好市阿波町阿佐長セに、かつて設置されていた、西日本旅客鉄道三高線の駅である。三江線の廃止に伴い、2018年4月1日に、廃駅となった。元は、仮乗工場であったため、時刻表には掲載されていなかったが、1987年の、国鉄分割民営化を機に、正規の駅として認められ、 同年4月の JR 西日本発足時に駅に格上げされた。三越線で唯一通過列車が設定されていた駅であり、一部の列車は停車しなかった。廃止前の2017年時点で、下りが2本、上りは3本のみの停車となっており、下りの最終列車は午前9時台、上りの始発列車は午後2時台と、極端に偏った設定となっていた。これは、 付近集落の子供たちが通っていた小学校が過疎化によって平行となり歩いて通えなくなったことに伴い当駅が設置されたためで三次方面への通学を考慮したダイヤ設定であることによる駅を利用する児童が皆無となった後も開業当時からほぼ変わらないダイヤで推移していたただし2012年10月1日から同年12月31日まで 実施された JR 三高線増便社会実験で運行されたバス便は当駅に全便停車した。それでも下りの最終便は午後1時台であり、停車する列車の本数は変更されなかった。三次方面に向かって左側に単式一面一線のホームを持つ地上駅であった。駅は川に向かう斜面上に位置し、道路からやや高いところにあった。 ホームの少し下の方に小さな木造の駅舎があったが、これは当駅が仮上向場として新設された当時の教育委員会が建設、設置したものである。浜田鉄道部が管理する無人駅であり、自動券売機等は設置されなかった。周辺には小さな集落がある。1日平均の乗車辞任は以下の通り。長谷上向場に関するカテゴリー。 ありがとうございます。